これ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 ここでした。これ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 撃ちますよ。落ちないでくださいよ。お前どこ行くんだ。ああ落ちてる。オッケーオッケーオッケー。任せちゃえ。てっぺいさんお酒飲むんですね。飲みますね。え、何好きなんですか。何系好きですか。焼酎。普段ずっと焼酎。あ、焼酎なんですか、ね、僕もうウイスキーだけなんですよね。飲み方は、ハイボールですね。あー、いいですね。ハイボールかストレートか。お、ストレートも行くんですか。ストレートも行けますね。うわ、いいじゃないですか。美味しいんですよね。いや、うまいですね、ストレート。あんま飲みすぎるともう無限につまみを食べてしまうからそれで太ったんですよね、めちゃくちゃ。なるほど。普段、え、毎日飲むんすか。いや、最近はですね、ちょっと飲まないで行ってます。さすがに体重増えすぎてちょっと痩せようと思って。マジっすか。え、やっぱ気にされるんですね、そういう体調管理とか。そうです。初めて、はい、今日ジム行ってきたんですよ、たまたま。今日、本当に今日なんですけど。初めて初めてジム行きました。え、生まれて初めてジム行ったんですか。あ、いや、なんかね、1回か2回ぐらい遊びで、はい、ほぼ遊びで行ったことあるんですけど、はい、ちゃんとトレーナーさんがいて、なんかマンツーのやつあるじゃないですか今。はいはいはい。じゃあれ今日行ってきました。パーソナル行ったんや。やったことありますよ、パーソナル。もちろんもちろん、僕結構トレーニングですよね。やりますよね、はい、めっちゃきつかったっすわ。え、どうなりたいとかあるんですか、体がね。いや、まあ健康になりたいですよね。あ、じゃあ健康であればいい。そうですね、ハードなトレーニングじゃなくても、はい、適度な運動で筋肉痛とかちょっとした有酸素運動とかで。そうですね。え、やっぱり行ってるんですね、自分。え、今も行ってるんですか。僕は仕事のその役とかにももちろん夜。ああ、そうですよね、舞台とかあるかもしれない。基本的に行ってるのは僕ピラティスですね、基本。ピラティス。なんですかそれ。ティラミスじゃないですよ、はい。なんですかそれ。結構体幹を鍛える系の、芯をなんかこうまっすぐにして、へえ、鍛える系のトレーニングなんですけど。初めて聞きました。いや、めちゃめちゃおすすめっすよ。あ、そうなんですか。インナーとかつくんで、腹筋の形とかもこうボコッと出たりとか。へえ、全然遅くないっすよ、今からでも。まだ30代前半じゃないですか、タイさん。そうですね、はい、30ですね。全然間違えてティラミスだけ食べへんよ。え、今お子さんもいらっしゃるんですもんね。今、はい、2人息子いますんで。おお。だからね、僕はそれこそ別に言い訳とかじゃないんですけど、なかなかお家でゲームする時間がなくて。はい、はい、そうですよね、うん、大変忙しいですよね、絶対。そうなんですよ。やったとしてもやっぱりまだ小さいんで、はい、やっぱこのエイペックスとかちょっと激しいじゃないですか、はい、試合とか、はいはいはい、あんま見せたくないんですよ、僕が。ああ、なるほどなるほどなるほど。まあ、めっちゃちっちゃかったらね、さすがに。そうなんですよ。確かに。だから、まあ、やるとしたらほんまに深夜とか、はい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 、朝一とかなんですけ ど、 疲れ切って起きれないんですよ。だからなかなかできなくて。いや、俺もてっぺいさんパパいいなぁ。かっけーし。いやいや、でももうずっと遊んでます、ほんまに。ほんまに自分の時間ね、このゲームをやりたいという気持ちをここに僕はぶつけてるんで。なるほど。めっちゃ楽しいんですよ、だから。めっちゃ生き生きしてますね。え、サウナって、はい、なんかどういうので入ってるんですか、あれって。こう出た後気持ちいいとか。もちろん水風呂もありきなんで。あ、水、あ、セットとか。あれダメなんですよね、水風呂。もう冷たくて。え、入れないっすって。いやいや、やったことありますよ。サウナ入って水風呂直行みたいな、よう見ますよね。僕やろうとしたんですけど、無理したね。無理にとは言わないんですけど、はい、実は僕も水風呂苦手やった人間なんですよ。はいはい。で、ある時なんかこう最初冷たいって思うんですけど、はい、なんかこう一気に行ったろかなっていう日が来たんですよ。なるほど。ドバンで入ったろみたいな。ああ、一気に入った。なるほどなるほど。そしたら気持ちいいっていう感覚の方が勝ったんだ、冷たいよりも。へえ、そうなんだ。そっから水風呂が最高になって。へえ、なんか膜張るんですよね。膜張る。マックあるんですよ。皮膚が入った後に水風呂入って、はい、三角座りしてたら、はい、最初冷たいんですけど、はい、
あのそれこそあれですよ、シールドですよ、シールド貼るんですよなるほど、マジっすよ、しばらくシールドですよ全然肉削れないですから、冷たさに。あ、なるほどなるほど、熱いバリアができてるわけですね。熱いバリアできてますよ、紫ぐらいの膜できてますよし、あ、みんなめっちゃ応援してくれてる、頑張るよ。いや、チャンピオン取りたいな、頑張って。取りたい、マジで取りたい。まだ、まだ逆転いきます。いきます、狙いますよ。ちょっとゲーム音量上げて足音もしっかり強調します。あ、敵が堕落し、我らは消化する。もし負けても、私たちは美しい敗北を追求しましょう。楽しむぞ。そうですね、もう楽しむ大会なんでね。そうですね。楽しんでいきましょう。もちろんです。この名前、小池徹平というこの名前の圧がすごいな。うちのチームああそうや、さっきのな、強かったな。私がジャンプマスターですね。どこ降りようかな。最後に残るものこそが美しい。よし、早速行ってますね、行ってますね、みんな飛んでますよ。ここ行きますか。起動法感じますか。美の熱が私たちに呼びかけています。よし、なんか落ちたら死にそうなとこですね。あ、ここね、落ちたら死ぬとこ結構あるんでこれマジで気をつけてください。落ちたら死にそうなとこやな多分被ってないですね。漁れますね。漁りましょう、漁りましょう。いや、これここら辺あんま来ないんじゃないかな、エリア的に。これちょっと次のエリアを見に行きたいので、そこ行ってもらっていいですか。ちょっと周り、上に、そう、そのまま上にすぐ戻ってくるんで。発信しますよ、レプリケーターが来ます。さて、何も取れないですか。私はここで降ります。それ一応周り適当に見といて、多分来ないんで。次のリングが見えますか。マップを隠す攻撃を受けています。ちょっと撃たれてますので。マジか、空爆が来ます。近づいた方がいいか。見えますね。います、敵。まだ撃たなくて大丈夫です。そっち側行くんで。了解です。ちょっと回っていきます。あ、なんかやり合ってるそっから見えます。もう撃っていいっすよ、俺近くにいるんで。もうガンガン撃っちゃって大丈夫です。 OK です、わかりました。ここいますね。俺も撃ちます。周り確認しつつでいきましょう。僕もどれやろ、これかな、多分それやな。見えた見えた。遠いな、ちょっと遠いっすね。押し当たった一発。お、ナイス。あ、いますね、ここにいますね。あそこに敵です。移動したいんですけど、この3つタワーあるじゃないですか。はい、ありますね。これどれか取りたいんですよね。どれか取りたいんで、で、右がさっき行ってたっぽいんですよね。はいはいはい。だ、多分真ん中空いてる説があって。はいはいはい。ちょっと行きましょう。 OK です。やばかったら最悪戻りましょう。うわー楽しい。もうたまらんわ、なんかこの高揚感でも意外といないんすよね、周り。確かに。みんなどこにいるんだろう。ベールを通すとお見せします。近いな。はっ、撃たれてますね。何ですか。何が起きた。え、殺した。倒しちゃった。しょうがない、しょうがない。すいません。ま、一発で死んだ。いや、大丈夫ですね。その下にいますね。ここにいますね。ここに敵がいます。それ多分スキャンしたら映ると思いますね。そう、こんな感じ。
これ同居することになりそうな。ベールを通してお見せします。どっちもあかん。絶対強いし。これわあ、これ使っていいですよ。フェリックスキットを発見。ありがとうございます。シールドをリチャージ中。この真下にいます僕の。下っすね。激しいな。じゃああっち行けしときます。強いアピールしときます。俺は強いぞアピールしとくんで。ショットガンでいくか。回復してからでもいいっすよ。まだセルあります？いやもうないっすね。シールドが。オッケーオッケーオッケー。まあゆっくり行きましょう。はい、これセル僕落とすんで、これ使っていいですよ。はい、我々はこの最上階をずっと守る感じでいきましょう。はい、あ、これ撃てます。これ撃ってください。これ撃てますよ。落ちないでくださいよ。お前どこ行くだ。あー落ちてる。オッケーオッケーオッケー。任せちゃう。ゆっくりゆっくりついてきてください。僕言いますんで、こっち来てください。こっち来てください。上上がりましょう。いいですよ。あ、待って、上いる。もう上いますよ。戦うしかない。大丈夫ですよ。大丈夫ですよ。大丈夫ですよ。いけますよ。降りました。これ大丈夫ですよ。ゆっくり行きましょう。めちゃくちゃいるんで周り。相手もベールを外します。あ、来ますね。あ、大丈夫大丈夫。あ、危ねー。もう回復ねーっすね俺。 OK っす。まだでも死んでない。死んでないぞ。なんだあれ。これウルト、僕のウルトです。まだ死んでない。まだこっち来てくださいね。上にいる。上に、あ、上来なくていいです。2階でいいです。2階です。テペさんこっち来てください。こっちこっちこっち。で、これ回復してください。僕見とくんで。うわー、声緊張する。いやー、どまい。それはどまい。ここにいればいいですか？そこでいいです。シールドリチャージ中です。もう武器もないんですよね、僕。ワンチャンこっち側来れます。ワンチャン起こします。ありがとうございます。来るかもしれないんで。ありがとうございます。もうこれもう打ち下ろしましょう。下のやつら。いっちゃいます。いや、待ってね、これ何年もいるんじゃない。これ下打てますよ。これもうなんかとにかく打ちましょう。もういいっすよ、いいっすよ。もうとにかく打ちましょう。3位っすよこれ。いや、しゃあない。しゃあないっす、しゃあないっす、しゃあないっす。やばいやばい、死んで死んで死んで。あー、ごめんなさい。死んでたなー、惜しかった。いや、でも2位ですよこれ、2位。マジっすか、マジっすか。2位ですよ。あ、違うわ。あ、3位か。あ、3位か、くそ。しかもなんか俺2キル取ってるし。よかったえ、なんで俺2キル惜しかったな。いや、でも最後良かったっすよこれ。いえー、すごいね。悔しい。いやー、いや、惜しかったっすね。俺らマジでめっちゃ良かったっすよ、動き。ポジションも良かったっすね。いや、めちゃくちゃ良かったっすね。めちゃくちゃ頑張ったと思う。頑張った。いや、マジで助かるよ。さすがナイス。いやいやいや、ナイスです、ナイスです。ナイスアドバイスっすよ。いや、ワンチャンやりましたね、ほんと最後。キル取れそうだったな。いやー、タイさんありがとうございました。いやー、ありがとうございました。本当に楽しかったです。いや、でもマジで5時間じゃもう全然めっちゃうまいっすよ、本当に。いや、嬉しいです。もうその言葉を胸に僕ちょっとエイペックスしっかり練習したいなと思います。いいっすね、それ。全然もう言ってくれたら僕行きますんで、全然。好きあらばなんかちょっと一緒に、なんかこう、いいタイミングとかで一緒にやってもらえたら嬉しいっすね。あ、もうぜひぜひ誘ってくれればいつでも僕は行くんで。わー、嬉しい。マジで嬉しいっす。また一緒に遊びましょう。いや、遊びましょう。
ありがとうございました。いや本当にありがとうございました。はい、ゆっくり休んでくださいね。ストレッチも忘れずに。わかりました。てっぺさんも今日お酒美味しく飲んでください。はい、もうお互い様で、はい、いいウイスキー飲んでください。 ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、すいません、ありがとうございます。はい、失礼します。失礼します。